していきたいのは単純に骨折なんですよ。ただ骨折じゃないっけ、骨折じゃないか。めっちゃ腫れていきます。これはねほんまに骨折でございます。おっす、ウルコです。まあ、タイトルにもありましたがちょっと怪我をしましたということで急遽ちょっと動画の方回してます。ことの経緯を説明しますと、以前私の動画でも出しました70東京さんのオープニングパーティーがですね東京の方で開催されまして、まあ、石井東郷先生だとか雨宮先生だとか中野先生だとか北川先生だとか習志野先生だとかそういうそうそうたる武術家武道家の先生が集まっていたんでパンチ力大会かなやったんですよね。賞金が出てですねみんなこう盛り上がったんですけど、まあ、もちろん僕も福地も参加させていただいて、まあ、普通のパンチングマシーンってこうバーンってこう倒れるタイプのものだと思うんですけど、まあ、もちろんそういう機会はないんで壁にこう貼り付けて殴るタイプの要はコンクリートの壁にそのクッションついてるものを貼ってそれを殴るっていう形でやったんですけど、まあ、なんとですね、まあ、僕のパンチ力が強かったのか僕の拳が弱かったのか合計いったら6回なんですけど5回殴ってまして、まあ、6回目はもう殴れなくて手が痛くすぎてコンクリートを殴ってるみたいな感じになっちゃったわけです。で結果はですね、まあ、なんとキラさんが小艇で優勝されたんですけど、まあ、僕は結果2位だと福地が3位という形だったんですが、その怪我をした直後あのこれ面白いなと思っていろんな方と喋ってるのでまずそちらの方動画をどうぞ。今笑ってたよね俺の怪我見て。笑ってないです。笑ってたや。これなんでやったんですか。え、なんでやったんですか。パンチングマシーン。バカにしてるね。してない、してない。バカにしてますね。キラさんとか取ってバカにしてますね。あ、おい1位の人、僕2位やけど。前セミナーで練習したのが聞きました。何のセミナーですか。菊野先生のセミナーで、はい、雨宮先生に受けを取ってもらって、はい、何度も練習したんですよ。それを思い出しながらやりました。感じ悪い。ありがとうございます。感じ悪い。ありがとうございます。いやいや蝶の本人めちゃ弱かったよ。ねえ教え方が上手かった。ああそういうことで、嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。谢谢。ありがとうございました。谢谢。お大事にください。もうくそー。何これ。いやほんまねやりましたわ。多分ですね骨折してます。絶対嘘、絶対嘘。力で言った。まず怪我してすぐ腫れるってことはないんですよ。腫れとるから。だからじわじわけど速攻バレでしょ。あとこっちから行ったじゃん。だからこっちが痛いのはもうしょうがないぞ。じゃあ大丈夫？弱すぎでしょ。ないないない。
なんなんか電柱とか割ってほしい。先生どうなんすって。誰もらった。そうでしょ、はい、弱いからでしょ。パンチ弱かったらそうなの。パンチ弱かったらそうなの。言っちゃったね。まあかなりのねいじられようだったと思うんですけど、でですね、まあ晴れたんですよ。その当時もめちゃくちゃ晴れてたんですけど、その翌日がすごく晴れて、まあ写真ねちょっと載っけときますけど、めちゃくちゃ晴れて、でこれさすがにちょっとやばいですよと、高月先生とかもね X でいろいろ連絡くれて、これはもう病院行った方がいいですみたいな、確実に行ってますよみたいな感じだったんですよ。で先ほど病院に行ってレントゲンを撮ってきましたと。結果ですね、はい、こちらでございます。処置なしということでレントゲン取りましたが、骨には全く異常がないとという、ことでございまして、骨の周りのなんだ筋みたいなちょっと分かんないですけど、僕はがまあちょっと傷んでんじゃないですかと、まあそれで炎症を起こして腫れてるんでしょうねと、骨には異常がないんで特に何かすることもないですよということを先生に言われまして、ちょっとだいぶ恥ずかしい感じでここに戻ってきておりますと。完全に僕の経験から言うと、あそこまで腫れてるたらまあ折れてるだろうなと思ったんですけど、で実際ねでも動かしてもそこまで痛くなかったんですよね。痛いのは痛いんですけども、この腫れの方がすごくて、ちょっとこれ今も腫れてる感じありますけど、だからちょっと折れたと思ってですね大騒ぎしたんですが、まあ僕らしい感じで骨折はしてなかったということでございます。皆さんお騒がせして申し訳ございませんでした。パンチングマシンね、やられる場合は絶対グローブされた方がいいと思います。あれパンチ力が強い人であればあるほど自分のこの跳ね返りがやっぱりきついんで、拳いくら鍛えてもやっぱさすがにコンクリートもろいってたらねやっぱ折れちゃうと思うんで、パンチングマシンですね、壁にくっつけるタイプのものをされる時には必ずグローブの方をはめてやってください。インスタとか X の方でいろんな方からのコメントをたくさんいただいたんで、せっかくだったらちょっと動画にしようかなと思って投稿しました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。